柳の木があるよ。藤原慶次郎が出し抜けに私に言いました。私たちがみんな教室に入って机に座り、先生はまだ教員室に寄っている間でした。尋常4年の2学期の初め頃だったと思います。エレキの柳の木と私が尋ね返そうとしました時、慶次郎はあまり短くて書けなくなった鉛筆を一番前の元吉に投げつけました。元吉は後ろを向いてみんなの顔を比べていましたが、素早く机に顔を伏せて両手で頭を抱えて隠れていた慶次郎を見つけると、まるで怒り出して、何するんだい慶次郎、何するんだいなんて高く叫びました。みんなもこっちを見たので、私も大変決まりが悪かったのです。その時先生がムチや白木や窒素を持って入ってこられたもんですから、私たちはにわかに静かになって立ち、元吉ももう一遍こっちを振り向いてから席のそばに立ちました。慶次郎も顔を真っ赤にしてくつくつ笑いながら立ちました。そして礼が済んで授業が始まりました。私は授業中もその柳のことを早く慶次郎に尋ねたかったのですけれども、どういうわけかあんまり聞きたかったために言い出しかねていました。それに慶次郎がもう忘れたような顔をしていたのです。けれどもその時間が終わり、礼も済んでみんな並んで廊下へ出る途中、私は慶次郎に尋ねました。さっきの柳の木ね、煙山の柳の木ね、どうしたっていうの？すると慶次郎はいつものように白い歯を出して笑いながら答えました。今朝ゴンベイ茶屋のとこで馬を引いた人がそう言っていたよ。煙山の野原に鳥を吸い込む柳の木があるってエルキらしいって言ったよ。飛行じゃないか、見に行こうじゃないか。どんなだろう、きっと古い木だね。私は冬によくやる木片を焼いて髪の毛にこするとゴミを吸い取ることを考えながら言いました。行こう、今日僕うちへいっぺん帰ってから誘いに行くから、待ってるから。私たちは約束しました。そしてその通り、その日の昼過ぎ、私たちは一緒に出かけたのでした。ゴンベイ茶屋の脇から蕎麦畑や松林を通って煙山の野原に出ましたら、向こうには毒ガモリや南昇山が大変暗くそびえ、その上を雲がギラギラ光って、ところどころには竜の形の黒雲もあって、どんどん北の方へ飛び、野原はひっそりとして人も馬もいず、草には穂がいっぱいに出ていました。どっちへ行こう？先に河原へ行ってみようよ、あそこには古い木がたくさんあるから。私たちはだんだん川の方へ行きました。煙のような草の方を踏んで一生懸命急いだのです。向こうに毒ガモリから出てくる小さな川の白い石原が見えてきました。その川は普段は水も大変に少なくて、大抵のところなら着物を脱がなくても渡れるくらいだったのですが、いっぺん水が出るとまるで川幅が20軒ぐらいにもなって恐ろしく濁り、ゴーゴー流れるのでした。ですから河原は割合に広く真っ白な砂利でできていて、ところどころにはヒメハハコグサや杉ナやネモなどが生えていたのでしたが、少し上流の方には川に沿って大きな柳の木が何本も何本も並んで立っていたのです。
私たちはその上流の方の青い柳の木立を見ました。あの木だろうか。さあどの木だか知らないよ。まあ行ってみようや。鳥が吸い込まれるって言うんだから見たらわかるだろう。私たちはそっちへ歩いていきました。そこらの草は大変短かったのですが、荒くて怖くてたびたび足を切りそうでしたので、私たちは河原に降りて石を渡っていきました。それから川が曲がっていましたので水に入りました。空が曇っていましたので水は灰色に見え、それに大変冷たかったので、私たちは天の尺のような何とも言えない寂しい心持ちがしました。だんだん登って、とうとうさっき青いくしゃくしゃの玉のように見えた一番外れの柳の木の前まで来ましたが、ひっそりとして音もなかったのです。この木だろうか。さっぱり鳥がいないからわかんないね。私が言いましたら慶次郎も心配そうに向こうの方からずっと並んでいる木を一本ずつ見ていました。野原には風がなかったのですが、空には吹いていたと見えて、ギラギラ光る灰色の雲がところどころネズミ色の島になってどんどん北の方へ流れていました。鳥が来なくちゃわかんないね。慶次郎がまた言いました。うん、鷹か何か来るといいね。木の上を飛んでいてきっとヨロヨロしてしまうと僕は思うよ。決まったら殺生石だってそうだそうだよ。きっと鳥はくちばしを引かれるんだね。そうさ、くちばしならきっと磁石にかかるよ。柳の木に磁石があるのだろうか。磁石だ。風がどーっとやってきました。すると今まで青かった柳の木がにわかにさっと灰色になり、その葉はみんなプリキでできているように変わってしまったのです。そしてチラ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 揺れたのでした。私たちは思わず一緒に叫んだのでした。あ、磁石だ、やっぱり磁石だ。ところがどうしたわけか鳥は一向来ませんでした。慶次郎はいかにもその鷹や何かが柳の木にくちばしを引っ張られて逆さになって落ちていくのを見たいらしく、上の方ばかり向いて歩きましたし、やはり私もその通りでしたから、私たちはたびたび石につまずいて倒れそうになったり、またいきなりパチャッと河原の中のたまり水に踏み込んだりもしました。どうして今日はこう鳥がいないだろう。慶次郎が恨めしいように空を見回しました。みんなその柳の木に吸われてしまったのだろうか。私はまさかそうではないと思いながら見ました。だって野原中の鳥がみんな吸い込まれるなんてそんなことないだろ。慶次郎が真面目に言いましたので私は笑いました。その時こっち岸の河原は尽きてしまって、もっと川を登るにはどうしてもまた水を渡らなければならないようになりました。そして水に足を入れた時、私たちはバーッと棒立ちになってしまいました。向こうの柳の木からまるでまるで百匹ばかりのモズがにわかにガーッと乗って野原をずっと向こうへかけていくように見えたのです。その塊は波のように揺れて
ギラギラする雲の上を行きましたが、にわかに向こうの五本目の大きな柳の木の音を通るとき、本当に磁石に吸い込まれたように、いきなりその中に入ってしまいました。みんなその梢の中に入って、しばらくガー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 泣いていましたが、まもなく、シーンとなってしまいました。私は実際、変な気がしてしまいました。なぜなら、モズが固まって飛んでいって木に降りることは、決して珍しいことではなかったのですが、今日のはあまりにわかにモズだし、ことによると、あの馬を引いた人の話の通り、本当に木に吸い込まれたのかもしれないというのですから、全くなんだか、本当のような、嘘のような変な気がして、仕方がなかったのです。慶次郎もそうなようでした。水の中に立ったまま、しばらく突っ立っていましたが、気がついたように言いました。今のは、吸い込まれたのだろうか。そうかもしれないよ。どうだかと思いながら、私は生返事をしました。吸い込まれたのだね。だって、あんまり急に落ちた。慶次郎も、無理にそう決めたいという風でした。もう、死んだのかもしれないよ。私はまた、どうもそうでもないと思いながら言いました。死んだのだね。死ぬ前、苦しがって泣いた。慶次郎はまたこう言いましたが、やっぱり変な顔をしていました。石を投げてみようか。石を投げても逃げなかったら死んだんだ。投げよう。慶次郎はもう水の中から丸い平たい石を一つ拾っていました。そして力いっぱいさっきの柳の木に投げつけました。石はその半分も行きませんでしたが、モズはにわかにガーッとなって、まるで音符をばらまきにしたように飛び上がりました。そしてすぐ隣の少し低い柳の中に入りました。すっかりさっきの通りだったんです。生きてたね。黙ってみんな僕たちのことを見てたんだよ。慶次郎はがっかりしたようでした。そうだよ、石が届かないうちにみんな飛んだもんね。私も答えながら大変寂しい気がして、向こうの河原に向かってまた水を渡り始めました。私たちは河原に登って、砥石になるような柔らかな白い丸石を見ました。本当はそれはあんまり柔らかで砥石にはならなかったかもしれませんが、とにかく私たちはそういう石をよく砥石といって、他の硬い大きな石に水でこすって四角くしたものです。慶次郎はそれを両手で起こして川へバチャンと投げました。石はすぐ水の底に沈んで、ことに真っ白に少し青白く見えました。私にはそれがまた何とも言えず悲しいように思ったのです。その時でした。にわかに空がやかましくなり、見上げましたら一群れのモズが私たちの頭の上を過ぎていました。モズは確かに私たちを恐れたらしく、一段高く飛び上がって、それから柳を二本越えて向こうの三本目の柳を通る時、また何かに引っ張られるようにいきなりその中に入ってしまいました。けれども、私も慶次郎も
その木の中でモズが死ぬとは思いませんでした。ケイジロウは本気に石を投げたのでしたが、モズはにわかに飛び上がりました。私はなんだか本当に悲しくなってもう帰ろうと思いました。どこかに、けれど本当の木はあるよ。慶次郎は言いました。私もどこかにはあるとは思いましたが、決してこの川にはないと思ったんです。他へ行ってみよう。野原のうちどこか他のとこだよ。他へ行ってみよう。私は言いました。そして慶次郎も黙って歩き出し、私たちは河原から岸の草原の方へ出ました。そして毒ガモリのふもとの黒い松林の方へ向いて、狐の尻尾のような茶色の草を踏んで歩いていきました。そしたら慶次郎が後ろを振り返って叫びました。あ、ごらん、あんなにいたよ。私も振り向きました。モズがまるで千匹ばかりも飛び立って野原をずっと向こうへかけていくように見えたのです。しかしまたにわかに一本の柳の木に落ちてしまいました。けれどももう私も慶次郎も何も言いませんでした。鳥を吸い込む柳の木があるとも思えず、また鳥の落ち込みようがあんまりひどいので、本当にそんなことが全くないとも思えず、気持ちが悪くなったのでした。もうダメだよ、帰ろう、私は言いました。そして慶次郎も黙ってくるっと戻ったのでした。けれど今でもまだ私には柳の木に鳥を吸い込む力があると思えて仕方ないのです。